中村友は、日本のボーイスカウトの黎明期から、第二次世界大戦前の拡大期、戦後の再建期にわたって活躍した、ボーイスカウト指導者。チーアンの愛称で親しまれた。筆明に、東野道義。ボーイスカウト、日本連盟の功労賞である、ハト賞、八タガラス賞の受賞者。チーアンや和しや多くのスカウトソングの作詞作曲、 スカウト運動の基礎となる書籍類の翻訳で知られる。1893年、愛媛県松山市に生まれる。1909年、広島高等支配学校付属中学校に在学中、当時の校長だった、北条時義より、英国ボーイスカウトについての知識を得、生徒同士30名と、日本最初のスカウティング集団、上等団を結成し班長となる。 1917年、東洋教会植民専門学校朝鮮語学科を卒業。1922年、京都帝国大学文学部主学科東洋史選科を修了。1923年、大阪府立高津中学校歴史科の教諭となる。クラブ活動の一環として、スカウト部を創設、隊長を務める。1929年、 第3回世界ジャンボリーに参加。ギルーエルパークの国際指導者訓練コースを終了。1939年、少年団日本連盟の教務部長に就任。ボーイスカウト指導者の養成を担当する。1941年、少年団日本連盟が、大日本製少年団に吸収される。少年部課長、連政局少年部長を担当。1949年、 広島市立児童図書館の館長に就任。1950年、ボーイスカウト、日本連盟のナスや営場が開設され、馬長に就任。1955年、日本連盟事務局の法師部長に就任。1964年、日本連盟の職託となる。1966年、訓後東水法賞を受賞。1972年、死去。 去年79、ありがとうございます。